はいどうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方やっていきたいと思います。というわけで今回はこちら、演歌に響く声援というストーリーを見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラ9。はい、というわけでこちらはですね、翼のお姉ちゃんのお話になってると思います。はい、ということで、こちらね見ていこうと思います。はい、で累積報酬では、H のかけらとかお小遣いもらえますよっていう感じになってます。ということで、あと累積報酬でいっちゃん最後にですね、あの9スター9個もらえますんで、ぜひあの累積報酬すべて終わらせましょう。はい、これありがたいですね。はい、ということで、プロローグから第2話までとちょっと短いんですけどね、この動画で全部見ていこうと思います。はい、ということでじゃあ早速ね、プロローグから見ていきましょう。さあお姉ちゃんが来るらしいですけど、どんな感じなんでしょうか。審判ファール。あー、これは何の試合だ。なんかスタンドの声がすごいんだけど、今日一盛り上がってない？そうですね、真っ向勝負をする2人の熱が伝わったのでしょうか。すごいな、有原翼もエレナ・スタルヒも。私もこんな勝負をしてみたい。あ、夏大会のあれかな、試合のワンシーンかな、これって。みんな応援しよう、かっ飛ばせ翼。お、負けるなエレナ、追い込んだよ、頑張って。ふっ、負けない。まあこれはこの間のな、おお急に出てきた有原優衣。いや可愛らしいですね、髪の毛短くて。打った、ねえジュリちゃん、翼が打ったよ。あ、終わったはい、ということでプロローグ見ていきました。はい、ということでですね、まあジュリちゃんって言ってましたけど、このジュリちゃんっていうのは、シーナの、お姉ちゃんに当たる人かなと思います。はい、まあ画像載せときましょうか、これ。はい、シーナジュリちゃんですね。はい、まあなんかシーナと似てる感じありますよね、これ。はい、ということで、まあシーナの、姉と一緒に本校の試合を見に来てるっていう感じですかね。うん、なかなか面白いじゃないですか。はい、ということでじゃあ第1話見ていきましょうか。8月のシンデレラ9。ってことはシーナの姉ちゃんもいつか進化されたりするんですかね。シーナジュリー、あ、出てきましたね。ほんと見事なアーチね。今のホームランはこの試合の流れも決めるキーポイントになるかもしれないわね。で、ユイ、汗だくじゃない。ちゃんと水分補給しなきゃ。はい、お水。あ、ほんとだ。手に汗握りすぎちゃったよ。手に汗握りすぎちゃったよっていうことあんまないけどな。ごくごく。バハー。ありがとう、ジュリちゃん。お、それでこのシーンですね。一進一退ですごい試合だね。翼のチームも相手のチームもどっちも頑張ってほしいな。そうね、翼ちゃんもすごかったけど、向こうのエースの気迫も負けてないわ。シーナ・ジュリなんかお姉ちゃん感あるな、ほんまに。ほんとだね、あんな勝負を見せられちゃうとうずうずしてきちゃうよ。試合はまだまだこれからだし、私たちもいっぱい声出して応援しないとね。ほら、ジュリちゃんも。フレーフレー、貯水南水産貯水南水産って言いづら。貯水南水産ってめっちゃ細かく刻まなあかんやん。ねえねえジュリちゃん、さっきの翼の打席、ジュリちゃんだったらどうしてた？そうね、ユイの持ち球で考えるなら変化球タイプのキャットボールで狙いを絞らせないかな。キャットボールってどんな球なんでしょうか。なんかあの分かる方コメントください。はい、仮に振ってきたとしてもユイは落ちる球も持ってるし、内野ゴロで打ち取る、つまりチームで勝ちに行くこともできるわ。でも雨が上がってぬかるんだグラウンドの状況だから、ボテボテの内野ゴロでも危険な場合もある。場合によってはあのスノーバの投手みたいに勝負に持ち込むのも手ね。そしたら決め球はもちろんユイ。ほえとぼけた声出してどうしたのよ。さすがジュリちゃん、やっぱりキャッチャーはいろいろ考えてるのね。ついてこれてなかったのね。まったくユイもピッチャーなんだから、本当は私と同じように考えなくちゃダメよ。まあユイは感覚派だし、そこは女房役の私がやるからいいんだけど。あ、なんかそこはあれなんですね、翼と一緒で、あの有原家は代々感覚派の野球選手が多いんかな。うん、ありがとうジュリちゃん、大好き。ご本、それにしても翼ちゃんさらに上手くなったわね。
でしょう、自慢の妹だよ。なんと言っても私翼に一回打たれちゃってるから。すごいよなそれ。有原由衣もね相当すごい選手だと聞いております。はい。それに翼はあの時よりもさらに上手くなってるから、今勝負してもかなわないかもしれないな。私が受ければ絶対打たせないわよ。あ、すごい自信やな。ジュリちゃんは相変わらず負けず嫌いだね。あ、また打ったね。頑張れ。いいっすね。ゲーム。ありがとうございました。あ、終わった。これなんか翼と絡むことあるんかな。試合終わったわよ。うん、そうだね。さてと、せっかくだし、ゆかりに会っていこうかな。ゆいは？私はいいや。ああ、そうなんですか？いろいろと話したいことあるんじゃないの？そう思ってたんだけど、翼と相手チームの選手の顔を見てたら、なんていうかさ。ああ、いいなって思っちゃって。うまく言えないけど、こっからはあの子たちの物語だから。ああ、なるほどね。じゃあ、私も後でメッセージ送っとくわ。じゃあ帰ろっか。あ、さすがに翼とか椎名ちゃんとかとは絡まずに帰っていくんか。いや、ちょっと絡むとこ見たかったけどな。はい、ということで第1話見ていきました。いや、そうですか、そうですか、絡まんのか。ちょっと絡むとこ見たよな。うん、いや意外と2話でなんかバッタリやって絡んだりするとかないかな。ちょっとわからんけど、じゃあ、第2話見ていこうか。8月のシンデレラナイン。ああ、もう球場出ちゃった。やっぱり試合は生で見るのが最高だね。そうね、選手と同じ空気を吸えるっていうか。うん、集中すると緊張感や息遣いまで伝わってくるよ。ふふ、そうね。ところでユイ、その荷物ってもしかして、ああ、これじゃーん、グローブとボールだよ。やっぱりなんか妙にモコモコしてると思ったのよね。えへへ。でもそういうジュリちゃんもミット入ってるんでしょ。たまたまよ。ファールボールとか飛んできたら困るじゃない。そうだね。そうだね。そうだねの言い方がなんかあれやな、トモッチっぽいな。やっぱトモッチに似てるよな。ちょっと投げてもいいかな。さっきからずっとうずうずしちゃって。もちろんいいわよ。まあなんかあるあるですね、こういうの。じゃあ打席には7回表の翼ちゃん、イメージできた？さっきの翼、さっきの翼。うん、大丈夫。まずはこれ。強気だね。粘らせたくない打者だからね。よーし、行くよ。全力のキャットボール。キャットボールってどんなのやろ。あー、なんかでもあんま変化してないな。ストレート系なんかな。つー、ナイスピッチ。球威は落ちてないわね。それじゃあこの調子であとストライク2つ取っちゃおうか。次の球は、こいつらってあれ、まだ現役なんかな。もう引退して今はやってない感じなんですかね。やっぱり野球って楽しいね。今度はイメージじゃなく本当に翼ちゃんに立ってもらいましょう。リベンジ戦か。なんかいつかそれ実現したら面白いな。すげえ。それならもう少しちゃんと練習して翼を抑えなきゃね。って言っても高校の時からやることは変わんないんだけどね。私が全力で投げてジュリちゃんが全力で受ける。二人とも社会人になっちゃったけど、ああ、社会人になったんか。だから、なるほどね。ジュリちゃんと野球でつながってるのが幸せだよ。そうね、私もそう思うわ。野球っていいわよね。私は高校生の頃、ユイがいたからここまで野球を好きでいられたし、野球を続けてこれたわ。この気持ちをもっといろんな人に知ってもらいたいって思ってる。今は非常勤の教師だし、教師なんや、ジュリちゃん。へえ。難しいかもしれないけど、来年はきっと。むぎむぎ、どうしたどうした。ってゆい、何やってるの？猫ちゃんがいたんだよ。私、今結構いいこと言ってたのよ。あ、そうなんだ。ごめんね。なんかあれやな、ちょっと翼と似てるとこあるな。はあ、本当にゆいは猫に目がないわね。あ、そうなんや。ゴロゴロ。かわいいね、この猫ちゃんも幸運を運んできてくれるのかな。きっと翼たちにも私たちにもこれからいいことが起こるんじゃないかな。そうね、私も撫でていいかしら。待て待て。あ、逃げた。猫ちゃん待て待て。
なんか浅田パイセンみたいな。あ、もう全然変わらないんだから、いいことが起こるか。ふふ、そうね、きっとそうに決まってる。あー、なるほどね。はい、ということで見ていきました第2話。いや、いいじゃないですか。まあなんか2人とも社会人になってて、まあちょっとあのゆいちゃんの方は分かんないけど、椎名の姉ジュリちゃんの方は、まあ、非常勤の教師になったみたいですね。あ、すごいじゃん。はい、ということで見ていきました。いかがだったでしょうか。なんかもともとあったんかな、猫好きとかね、教師目指してるみたいなとかね、あのシンデレラ9の頃からあったんでしょうかね、その辺はちょっと分かんないですけど。はい、ということで見ていきました。あ、だ、猫好きやからキャットボールなんか、なんかそれだけ分かったわ。なるほどね。はい、はい、ということで今日見ていきました、ストーリーで出てきた有原ゆいちゃんがですね、ゲットできるスカウトを着ておりますということで、なんとね、これ10連するだけでもう確定で有原ゆいゲットすることができるんですよ。はい、で9スター50個で10連できまして、もう確定でね、有原ゆい確定でゲットすることができますので、ぜひこれを機会に引いてみてはいかがでしょうか。一応ね、あのひまわりスキルも持ってまして、結構まあ優秀な感じでしたね。うん、なので皆さんよかったら引いてみてください。なんか意外とゲットするチャンス少ない気がするんで、まあなんか1枚だけでも持ってていいんじゃないかなって僕は思いますね。はい、なので皆さんぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日はちょっと短いですけど、こんな感じで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターも出ます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということでまた次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョス南水産のチョスでした。バイバーイ。